こちらカットクロスセットです。かれこれ3ヶ月は買ってそのままにしちゃってます。とりあえず開けてみますかね。モダファブリックスのフレンチジェネラルシリーズが何種類か入ってるカットクロスセットなんですよ。でね、13cm×13cm の正方形です。柄が何種類か入ってるんですよね。もう細かいことはね、買った時は覚えてたんですけど忘れちゃいました。ペラペラペラっとめくるとこんな感じです。文字も入ってましたね。で、こちらはね、普通の生成りの生地です。こちらをね、11cm×11cm の正方形に切っていきます。これよりね、小さくカットしますからね。きなりは 11cm×11cm でカットします。16枚ずつ用意できました。こちらでクッション作っていきます。クッションというか座布団ですけどね。花柄ときなりの正方形は2センチ違うんですね。大きさわざと2センチ変えていて、この2つを重ねるんですが、大きい方の花柄の布はこんな感じで中心を1センチ折ります。それで生成りの布に合わせて縫っていくんです。中心をつまんで生成りの布に合わせて、周りを縫い代5ミリぐらいでぐるるるっと縫っていきます。ここはね、仮縫いみたいな感じで、もうざっくり私は縫っちゃいますからね。パフクッションなんで、まあ割とずれてても目立たないかなと思って、もう自由になんとなく作っていきます。ちゃんと作る人はきっとこの中心にね、しっかり線入れたりとかするんだと思います。今かけてるミシンは端から5ミリぐらいのところで形を整える感じの仮縫いっていう感じです。ダダダダッとかけていっちゃいます。全部で16枚作ってくださいね。気軽に作ればそんなに大変な作業じゃないです。こんな風にね、真ん中がポコッとなります。裏はこんな感じです。ではでは、サクサクサクっと作っていっちゃいますからね。できましたとね、たくさんできてますよ。これを一応ね、順番決めてるんで、この順番に縫い合わせていきます。順番確認しつつ縫い合わせていきます。縫い合わせるときは、ここのダーツっていうのかな、真ん中を折り込んだ部分が重ならないように、互い違いになるように縫い合わせていきます。縫い代とか折ったところ、なるべく互い違いにした方が、こう厚いところが厚くならなくていいかなっていう感じで、重ならないように縫っていきます。ひたすら縫い合わせるとこんな感じにできました。横にね、4枚縫い合わせてるので、これをさらに縫い合わせて四角にしていきますよ。縫い代がね、高い違いに倒れるように縫っていきます。そうそう、この四角のパーツを縫い合わせる時の縫い代は1センチにしています。ここはね、縫い代を1センチでしっかりと合わせていきます。一番最初の5ミリの縫い代は隠れてしまうはずです。で、縫えたら裏に縫い付けたこの布だけ切ってください。表の布は切っちゃダメですよ。全部ね、裏の布だけ切ります。私ちょっと雑にえいえいえいって切っていっちゃってるんですけど、切り込み方向がね、合ってる方がこの後作業しやすいかもしれません。こちらのポンポコワタくんを詰めていきます。一応大体同じ綿の量を詰められるように最初に16等分しておきます。切り込み入れた部分から
めていってください。お好みでね、あのお尻が当たる真ん中の部分、ちょっと綿多めに詰めても構いません。綿が詰められたら切った部分塞いでいきますよ。私この、テープ使ってるんですけど、このテープない場合は余った接着芯、接着芯の端切れとかで後ろの穴を塞いでくれたらいいと思います。キルト芯をね、つなぐテープらしいんですが、使い方の例としてパフクションの切ったところ塞いでもいいですよって書いてありました。テープを用意して、でアイロンで接着していきます。綿の入れる部分、ここは閉じた方が綿がね、ふわふわって出てこないでいいかもしれません。クッションより2センチ大きい正方形の布を用意してくるんでいきますが、こうちょっと触るとね、裏がボコボコしているのが気になるんですよ。なのでクッションと同じサイズのキルト芯を布に貼り付けておこうと思います。キルト芯をアイロンで貼り付けて、貼り付けたら布の周囲を2センチ折っておきます。1センチ1センチ折ってアイロンで跡をつけておきますよ。この上に縫いつないだクッションを乗せます。それで下の布の端っこを折って縫っていくんです。ちょっと大きめの布でね、端をくるんでまつっていくイメージしてくださいね。バイアステープとか使って作る方法もあります。お好きな方法で作ってください。周囲をくるっとまつっていけば出来上がりです。できました。完成です。今回は完成までに3時間ぐらいかかっちゃいました。ふわふわして気持ちいいです。ちょっとね、綿の入れ方が均等じゃないんでね、測って綿入れたらよかったかなと思います。裏もね、キルト芯が貼ってあるのでちょっとふんわりしています。いや、今回はね、カットクロス使ったので早くできました。早く仕上げたいのでね、周り雑に混ぜちゃいました。こちらの黄色いのは昔作ったものです。周りバイアステープで囲って、ちょっとこちらの作り方はね、大変でした。今回のこう1枚布で周りをくるんで囲む方が作りやすかったですね。私にはあの縁の部分がゆるっとしているので、もっとしっかりまつった方が良かったかなと思ったりもします。13センチ ×13 センチのカットクロスで作ると割と早くできます。で、この大きさでだいたい36センチ ×36 センチと正方形になります。端切れで作るとね、たくさん端切れ使うことになります。作るの楽しいです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。日々の様子など Twitter や Instagram で配信しています。そちらも見てもらえると嬉しいです。作ってみたいなと思ったらチャンネル登録またはいいねお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。